こちら2023年の11月号なんですけども、まあ、三宮見に行ったらね、まだ工事同じ場所でしていたので、三宮駅、これ、途中までビル作ってたところをやめさせたんですよ。私の方でね。で、だけども、まあ、国会議員の人たちに言って、まだ同じ地点を工事しようとしていて、で、昨年のね、2023年の、11月号に、こういうふうなね、広報誌、神戸というものに、載っていると。モデル都市にするんだったら、こういうふうな工事をしてしまった、計画を立ててしまった、神戸市議会の議員、全参政党以内の請求でかかった工事費用全額返済しなさいっていうのを裁判所へ判決を出して、それを世界中にしっかりと公開すること。あと、兵庫県議会も同じ。止めなかったから。兵庫県の中心地が三宮なんだから。もちろん車とか差し押さえ。売却。国庫に返納。それ徹底的に各議員に行えば、日本中で。生活保護者でも、算定表を見たらびっくりします。手元に、基本給高い人結構残ります。これは本当の話です。まあ、一般人には無理な、世界ですね。大企業のしっかりとした売り上げのある役員とか、まあ、部長以上の人間とか、そういう人で基本給がずっと上がっていった人たちじゃなかったら、例えば神戸市長の年収、約2000万円ほど。2000万円ちょっととか、あんな、年収なんかまず無理ですね。だ手元にはだいぶ残る。だその辺のところをしっかりとね、世間に公開して、しくじってしまった人は、もうそういうふうに、なりますよと。で、65歳までに、引退してくださいよと。任期満了の期間を見たときに、その時に、任期満了の時に、65歳を超えるか超えないかで、もう選挙出ていいかどうか。それを判断したらいいんですよ。で、続いてずっと参政党以内の請求を返済できるまで。そうしたらいいんですよ。そうしたら、ずっと、余計な建物を作らなくなるっていうことなんですよ。だけどもう神戸市内でこれだけ高いビルたくさん作りすぎたら、まあ建設業界もその三振と以内の請求の対象者になるんですけども、もう神戸市議会も県議会も全員もうずっと三振と以内の請求で100年ぐらいかけて返済しなかったら多分返済できないんですよ。去年せっかく辞めさせたのになぜこんなことになってるんです。僕は琵琶湖を撮影しに行って、だいぶ電力発電できそうになったって言ったから？違うよ。電力発電できても原油を作り出すことなんかできないんだから。絶対なくなるんよ、原油。なんでそこまで無茶苦茶な人間が、あと街づくり家の人間、そこもアウト。もう、その辺のところの人たちはその給与に合わせて手元にお金がいくら残るのか、買った家とか、の金額と残ってるローンとか、それ見て、三振と以内の請求で対応したらいい。そうじゃなかったら、どうせ上の議員とか認めた話になるから。以上、世界中の人たちご協力お願いいたします。本当に国際司法裁判所でそういう裁判した方がいいと思いますし、もしかしたらもう本当にもともとそうなのかもしれないです。石原慎太郎さんっていう東京都知事の人はいましたけども、まあ普通の一軒家に住んでたみたいですよ。2階建ての。特別大きな家ではなかったです。だから、本当は三振と以内の請求があるから、ある程度の大きさで、その議員の間のその内容で手元に残るお金で返済できるような形で考えてたんじゃないですか。もともとがそうかもしれない。じゃあ、神戸ウイングスタジアムの件。あとはスポーツ業界の選手たちがどれぐらい返済しなきゃならないのかっていうことになってくるんですよ。本当に。実際にそこで働いた人間もある程度連帯責任がありますから。なか僕は去年ウイングスタジアム神戸にヴィッセル神戸の最終試合、まあ、入れるかなと思ってダメ元で行って、で関係者と知り合いということで、髪の毛染めた人間が無料で入っていってたんですけども、それ見ました。もうちゃんと自分でチケットを買って、まあ、入場券のことです。
購入して、入るつもりだったんですけども、あんな無料で入ってる人間見たら、もし僕がそれをしてしまったら世の中どうなるか、あちらもこちらも無料を許す人間ばかりになるでしょう。ホットノットフィールド神戸もこの間その実態を暴いたところ、どうせ球団オリックスでしょ、旧山一証券、そこオリックスっていうのはね、会社潰してもそこで働いている従業員が真面目にならないんだったら意味ないんですよ。エネルギーの残存問題に対応してるか対応してないのか、無料の広報誌を神戸市の広報誌に載せた人間たちにも、まあある程度の責任はある。だからある程度のお金を国庫に返納してもらわなきゃならない。これはもう事実ですよ。これはできるかできないか。そこを世界は見てる。それによってエネルギーの残存問題、本当に対処できるのかできないのか。そういうところも見てると思いますよ。だから大卒ほど、あんまり大したことのある人間はいない。もうこれは本当。六法全書に記載してないような内容まで、身勝手に政府が書類を作り始めた。この間、労働基準局に行った時の、定額の、その、お金の計算の仕方、まあ、給与保障の金額なんですけども、それ見ましたけども、あの時の考え方は第二次世界大戦があったから、それ用に合わせて、労働力がたくさん必要だったから、毎日毎日、たくさん働かされていた人たちの時代用のものであって、今の時代に合わない。もう普通に見たらわかる。で、その、計算式、六法全書に載ってますかって聞いたら載ってないって言ってるんですよ。その表も一応見せときましょうか。普通、出勤した日の、金額の6割から何割かの支給。ちょっと待ってくださいね。公開っていう法律があるのと、この書類に関して公に公開するもの、政府の書類はほぼほぼ全部公に公開するものです。それを隠した隠蔽側、これがまあこういうふうな計算式の内容になってくるんですけども、けどこれはじゃあね、週3日で働いてる人間がこの計算式に当てはめられたら、出勤日数の 日にちとね、その変な割り算とかが入り込んでいるんでね、だこれだったら8割支給になってない。電話では8割支給ですって言ってるんですよ、人材派遣会社の人はね。でこれは神戸市立ホテルフルーツラパークで勤務してた時の、まあ、公務員の人たちとかで、本当の裁判では、8割支給っていうのは、その1日働いた時の、その、賃金の、6割から8割だって、それで計算しなかったら、パートタイマーの人とか、誰が働くねんっていう話になったんですよ。普通に考えたらわかることが、こういうふうな、表を身勝手に作った人も多分この世にいないと思いますよ。昔から多分あると思いますから。だからこういうふうな表があるから、秀和株式会社の、めちゃくちゃな労働時間とかもこういうふうになったのかもしれないです。わからないですよ。昔もフルーツラパークで勤務してる時に、この労働基準局に行ったんですよ。で、この間行った時は、増田っていう男性の人だったんですけども、労働基準局の監督官みたいなんですけども、その前の人が吉川という女性の人で、その人は大阪ヒルトンホテルで周りという名前で、働きに来ていた可能性があると。でね、名前がね、こういう感じなんですよ。だからね、本当にそういう周りっていう読み方で合ってるのかどうか。で、一応その後、大阪ヒルトンホテルで働いていたのが1999年でしょ。で、2000年の淡路花博で、
まあ、ウェスティンとレストラン収穫祭、レストラン収穫祭をメインにして、働いていたんですけども、その後、州は株式会社で働いていた、2000年から2001年に関して、まあ、長時間労働、一月に370時間を超える長時間労働をさせられて、初年度の年末が、まあ、370時間を確実に超えてますね。で、その頃販売数量多かった頃ですから、で、あと、ま、巡回の仕方がちょっと変だったんですけども、コンパクトな地図で、週1回にしていればよかったんですよ。それを、まあ、変に、週2回とかに変えて、で、その時にその長時間労働させられていた時に、吉川っていう男性のものがいて、その人が、まあ、店長である、まあ、竹縄と名乗っていた、もともと港川中学校の野球部の一つ上の先輩の上田っていう人かもしれない。その人に叱ってくれたんですよ。この人こんなに働かせたらダメでしょうっていうことで。だから労働基準局関係者が親族にいたから、そういう知識を持っていて、そういうふうに、言ってくれたのかもしれないです。だからそれは、それである意味、その、証言者という形になるのと、まあもう偽名使ってる時点でもうこの世の中めちゃくちゃですよ。誰も彼も。テレビ出ようが何しようが。もう偽名でテレビ出てももうその人負け。詐欺罪、偽証罪。